レオナルド・ダ・ヴィンチ、天才の領域を超えた能力の源とは。真実の目へようこそ。2017年11月15日、ニューヨークのロックフェラーセンターで行われたオークションで、1枚の油絵が4億5000万ドルという驚きの価格で落札されました。これは美術品の落札価格としては史上最高額でした。サルバトール・ムンディという名前のこの絵が、なぜこんなにも高い価値を与えられたのか。それは、この絵の作者が、かのレオナルド・ダ・ヴィンチであったと判明したからです。彼の他の作品、皆さんもご存知のモナリザや最後の晩餐などはあまりにも有名な傑作であり、それゆえに、ダ・ヴィンチは世界一の画家として現在も評価されています。ただし、絵描きであることはダ・ヴィンチの才能のほんの一部に過ぎません。もっと厳密に言うと、当時の社会では、ダ・ヴィンチは本当の才能を存分に発揮することができなかったために、仕方なくその能力を絵という形で残していたに過ぎないのです。以前の動画で、最も神に近い男と言われるニコラ・テスラを紹介したことがありますが、歴史上で同じレベルの天才を挙げるとしたら、ダ・ヴィンチしかいません。二人はそれぞれ生きていた時代をはるかに超えた数々の成果を残した偉人ですが、彼らが持つ能力を見比べてみると、それらは非常に近いことがわかります。今回は、ダ・ヴィンチの絵描き以外の驚くべき能力の数々と、万能の天才と呼ばれた天才の領域を超えた能力の源を探っていきたいと思います。ぜひ、最後までお付き合いくださいね。1452年、フィレンツェ共和国で生まれたレオナルド・ダ・ヴィンチは、12歳から著名な画家、建築家のベロッキオの下で絵を学びました。19歳の頃、ベロッキオはサンタマリア大聖堂のドームに巨大な160トンの十字架を設置する任務を任されました。当時、発展途上であった数学や工学の知見では厳密な計算が困難だったため、ベロッキオは設置方法が安全かどうか確信できず、十字架や大聖堂を壊すかもしれないという大きな不安を感じていました。その時、生徒のダ・ヴィンチはたまたま先生が描いた図面を目にして、一晩で自分なりの設置方法を図面にまとめ、ベロッキオを驚かせました。これは革新的でありながら、実現しやすい方法でもあったため、自信を持てないベロッキオは最終的にダ・ヴィンチの案を採用し、見事に十字架をドームに設置することに成功しました。このように、ダ・ヴィンチは若い時から、一目で難しい問題の解決方法や、革新的なアイデアを生み出す力がありました。この能力のおかげで、ダ・ヴィンチは生涯で数々の画期的な発明を残しました。やがて、ベロッキオの元を卒業し、ダ・ヴィンチは自分のスタジオを開きました。ある機会を得て、彼は演劇の中でイエス・キリストが空を飛ぶシーンの再現を任されました。彼は演者を空に送るため、このような装置を設計し、メモに書き起こしました。まるで現代のヘリコプター、もしくはドローンのようなこの装置ですが、当時の科学技術では図面をもとにこの装置を現実に生み出し、飛び立たせるという夢は叶いませんでした。それも当然のことで、これが書かれたのが500年前であるという事実を考慮すれば、ダ・ヴィンチがどれほど時代を超えたイマジネーションの持ち主であったかがよくわかるでしょう。1482年、30歳になった頃、ダ・ヴィンチはミラノ公国に移住しました。そこで生計を立てるため、彼はミラノ公国の統治者のスフォルツァに自薦状を送りました。自薦状の中で、ダ・ヴィンチは自分のできることをリストアップしました。当時は戦争中であったため、ダ・ヴィンチが挙げたものはほとんど戦争に関するものでした。橋の設計、工場兵器の設計、工場、クラスター爆弾の設計、軍艦の設計、地下道の設計、大砲の設計、特殊兵器の設計、それらに加え、自薦状の最後には、ついでのように自分の絵描き能力をアピールしていました。平和な時期がやってきたら、私は絵描きや彫刻もできます。このことからわかる通り、ダ・ヴィンチ自身にとって、自分の本業は発明、もしくは設計であり、絵描きは副業のようなものであったと感じられます。自薦状を読んだスフォルツァは、すぐにダ・ヴィンチを雇い、軍事設備や施設の開発を任せることにしました。彼は約束通りミラノ公国のために様々な兵器を開発し始めましたが、どれもその時代の技術力を大きく超えるものでした。ダ・ヴィンチのメモにあるこちらの飛行機のようなものは、人を乗せて空中を滑走することができるという代物で、現代のグライダーの原型とも言えます。
またこちらのものは形状は現代と少し異なるものの、その機能はパラシュートそのものでした。ちなみに2008年にとあるスイス人の男性がダヴィンチが残した仕様書に沿ってこのパラシュートの再現を試みました。出来上がったものは一辺が7メートルのピラミッド状のパラシュートで、これを使って男は650メートル上空からの降下に成功しました。これらの設計はすべて上空から向上するための設計だったと考えられます。そして地上戦のためにダヴィンチが設計したこちらの戦車は、馬車が動き出すとその前後につけられている刃が高速で回転し始めます。生身の体で戦う500年前の戦場では、この戦車はとんでもない殺傷能力を誇るものだったと予想できます。実際のところ、この戦車を再現した研究チームの検証結果によれば、ダヴィンチのメモ通りに出来上がった戦車は当時の水準ではとても素早く動ける上、驚異的な破壊力も持っていました。また大型の工場兵器に関しては、それらの設計理念は500年前の人が考え出したものとは思えないほど革新的であり、中には現代兵器ともいえるものも存在しています。例えばダヴィンチの原稿にあるこちらの戦車は、機能面からは現代戦車とほぼ変わりがありません。研究者たちがまたメモの内容通りに戦車を再現してみたところ、出来上がったものはまさに現代戦車の原型ともいえる強力な兵器でした。ただしこれらの設計は時代を超えすぎていたため、当時の科学技術では実現できないものがほとんどでした。そしてダヴィンチは軍事施設以外にも数多くの発明を残しました。彼が考案したダヴィンチの橋という設計なら、釘や接着剤を一切使わずに組み合わせた木の棒の摩擦力だけで丈夫な橋を築き上げることができます。橋を渡った後に木の棒を回収すれば、また別の場所で橋を建てることもできます。この手法は現代の建築においても未だに使われている普遍的なアイディアです。またダヴィンチはこちらの衛星画像のような街の地図を作成したことがあります。空から街を観測することができない当時、一体どのようにすればこんなにも精度の高い衛星画像を作れるのか、その秘密ははっきりと解明されてはいませんが、推測ではダヴィンチは幾何学の知識と自分で開発した器具によってこの地図を完成させたと考えられています。また発明だけではなく、他の分野においてもダヴィンチは時代を超えた成果を残しています。例えば天文学でもその頭脳がひらめいています。こちらのメモに書かれている内容から、ダヴィンチは天動説もしくは地球中心説を否定しており、地球と他の惑星は太陽の周りを自転しながら公転もしているという説を提唱していたのです。これは世の中によく知られているニコラウス・コペルニクスが提唱した地動説とほとんど同じ内容であり、彼はさらにそれより数十年も早くから主張していたということです。そして医学においても、ダヴィンチが書いたこちらの人の脳の内部構造は現代の MRI による画像と高度に一致しています。また彼は心臓の構造と心臓にある各パーツの機能、さらに心臓病が発生した原因まで詳しくメモの中に残しています。これがどれほど時代を超えていたかというと、ダヴィンチと同時代の500年前の人々はまだ血液は肝臓から出ており、心臓は魂が宿る臓器だと思っていたほどでした。そして現代に入ってから人々の人体に対する認識はやっとダヴィンチに追いつきました。彼の主張と発見はあまりにも時代を超えすぎていたため、そんなものを書き記したメモを当時の宗教社会の統治階級に知られたら、重い罪に問われる可能性さえありました。それが理由か、ダヴィンチのすべてのメモは左右反転の鏡文字で書かれています。つまり鏡で照らして読まないと何が書かれているのか一目ではわかりません。非常に簡単な暗号化技術ですが、驚くべきところはスラスラと左右反転の文字を書けるダヴィンチの一般人と異なる頭脳の働きです。冒頭部分でダヴィンチがニコラテスラと同じ能力を持っていると言いました。それが一体どのような能力か、答えは彼が書いた名画最後の晩餐に隠れています。この絵はキリストが一人が私を裏切ると発言した後の十二使徒の驚きと動揺をリアルに描き出しています。絵の中で裏切り者ユダの正体は明かされず、キリストの右側にはなぜか女性らしき人物も存在します。聖書などの記録によると、十二使徒は全て男性であったのに、女性がここで出現するのはそもそもおかしいはずです。
そしてこの人物をキリストの左側に移動すると、二人は親密な恋人に見えるようになり、姿勢や服のシワ、手のつながりなどが完璧に整合します。元々の絵よりも自然に見えるこの姿こそ、ダ・ヴィンチが真に描き出したかった内容なのかもしれないという推測もあります。一部の研究者はこの女性らしき人物はキリストのパートナーとされるマグダラのマリアだと考えています。もしそれが本当であれば、なぜダ・ヴィンチはわざわざ十二使徒の一人をマグダラのマリアという人物に変えたのでしょうか。これに関しては様々な説がありますが、僕が思うにはダ・ヴィンチは実際の最後の晩餐を目撃したのです。彼の目に映ったのはキリストの横に座るマグダラのマリアでした。そして彼はそのまま見た通りの彼女の姿を自分の絵に描きました。全くもっておかしな話だと思われるでしょうか。当然ですが、最後の晩餐と呼ばれるその出来事はダ・ヴィンチが生きた時代より1000年以上前のことであるため、彼はどうあってもその時の出来事を目撃できるはずがありません。それを可能にしたのはダ・ヴィンチが持つ不思議な能力、アカシックレコードへのアクセスです。アカシックレコードについては以前の動画で詳しく紹介したことがありますが、ここで簡潔に説明します。アカシックレコードというのは宇宙における全ての情報と知識を記録した媒体のような存在です。アカシックレコードという名前はこの媒体の呼び方のうちの一つであり、他にも仏教の荒屋敷やエジプト神話にある前知のホルスの目などは全てこの媒体のことを指しています。アカシックレコードの正体は何なのかについてはこちらの動画をチェックすれば詳しく知ることができますが、ほんの一部の限られた人間は消化体という脳器官を通してアカシックレコードにアクセスすることができ、そこにある情報を消化体で受信できると推測されています。そしてダ・ヴィンチとニコラ・テスラの不思議な能力の源はここにあります。ダ・ヴィンチの最後の晩餐に関しても、彼がアカシックレコードを通して実際に起きた出来事を見てから書いたのではないかと推測できるわけです。また彼が一目でサンタマリア大聖堂のドームに十字架を設置する方法を思いついたのも、様々な時代を超えた設計や発明を作り出したのも、全て自分の得たい情報をアカシックレコードから見ることができたからなのではないかと推測できます。ただし当時の社会の科学技術力の制限のために、ダ・ヴィンチは自分が見たものを具現化することはほとんどできませんでした。彼に許されたのは、それらのものをメモや絵などの形で残すという方法だけだったのです。残念なことに、ダ・ヴィンチが生きていた時代は現代から見てはるか昔に過ぎ去ってしまい、人々の伝承が途絶えたり、資料が失われたりして、彼が残したこれらの貴重な情報は、もはや再び人類の手に戻ることはありません。最終的に今の私たちに残されたのは、ダ・ヴィンチ本人からしたら単なる副業であった絵ばかりになってしまいました。ニコラ・テスラも同じように様々な理由で、その発見や発明のほんの一部しか現代に残されていません。ダ・ヴィンチとアカシックレコードを結びつける解釈は、当然一般常識からは外れたものですが、実はダ・ヴィンチやニコラ・テスラ、もしくはアインシュタインなどの他の偉大な科学者たちには一つの共通点があります。彼らが考えた革新的なアイディアや理論などについて、具体的にどのように思いついたのかと聞くと、返ってくるのはほとんどが、ぼんやりと、急にひらめいた、といった曖昧な答えだったのです。同じく、一般人であっても、少なくとも人生で1回か2回くらいは、誰もが良いアイディアを思いついたことがあるでしょうが、具体的にそれをどのように思いついたかと聞かれると、そのアイディアが誕生する過程をうまく言葉にまとめることはできないのではないでしょうか。もしかしたら私たちは誰しも知らないうちに常にアカシックレコードにアクセスし、そこから情報を得ているのかもしれません。そんな中、得られる情報の密度には個人差があるため、たまに高密度の情報を得ることができる人は周りより何倍もいろんなことができる天才になります。もしダ・ヴィンチやニコラ・テスラと同じレベルの情報を得ることができる天才がまたこの地球に誕生した時には、彼もしくは彼女の成果のすべてが世の中に残されることを祈ります。それでは今日もご視聴ありがとうございました。